人生書き色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生書き色です。俺たちの PS4 で40代プレイとかですね。今回プレイするソフトは秋田おじかミステリー案内凍える銀霊化になります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。ああなるほどね、そこだったのか。気づかなかった、ごめん。すごいな。なるほどね。そうそう。そうそう。そうそう。なるほどな。うか。じゃあいいなのか、これが。人？あ！そうそう。行こう。
よし。無理か。お。うん。お。お。うん。お。キーなのか。アーか。ちゃうか。ふ、ややこしいな。偽装？お、やべえ。大丈夫かな。そうなんか。やばくない？しゃあねえよなあけど。じゃあ行くしかないな。よし。終わった。うん。お、アポ取ったか。よし。おお、ちょっと顔がマシになってる。なんか赤いカレンダーがあるな。うん。
りなのかな。だろうな。うん。そうなんか。来たそんな感じだったのか。覚えてないわな、そんなもんな。おお。なるほどね。
日本人じゃねえな。じゃあですよね。大丈夫ですか。やっぱりな。そうなんか。お。はい、で今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、再びねヘブズミートに来て石戸社長にお話を聞きましたけども、ね、またね娘のりこさんにもちょっと聞いていって、事件の真相に迫りたいと思います。またねプレイステーション4ソフトに関しましても様々なタイトルをぶち当てもお手がたったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメントをいただけますと嬉しいです。コメントが似合ってたボタン高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。